ねえ、あれしぐちゃんまだ棚2広ぐらいあるでしょ。ねえ、ダメだこれ、餌残ってきちゃうけどね。ああ、そう、飲んでるでしょ。やっぱちょっと浅いかもわかんないですね。棚浅いかも。やっぱ浅いな。ボッカスカ行くね。ボッカスカ行くじゃん。ある？お腹かもね。あ、サイズアップしたね。うん、太い。もうサイズアップしてる、サイズアップしてる。うん、ありますね、それね。ああ、ありそう、ありそう。まだパンパンじゃん。ああ、パンパンだもんね。38.5、いいですね。今日一だ、今日一。
いたぐらい。だ手前の方はだけどまだメジナ見えてるから、確かにね。手前結構楽しいです。手前が、手前今暑いですよ。うん、そう、手前の時間っぽいですね。36ちょっと過ぎたぐらいですね。36ですね。手前の今のとかはもう一気に行きましたけどね、ガーって。うん、もう手前だ、コマ狭いてるとやっぱチラチラって見えてるもんね。なんか手前のやつちょっと硬い、良くないですか、手前にいるやつ。タモがギリすぎて、よいしょ、なんか手前いつもこう念仏台がこうやってピローっているんですけど、あれがこういないときはやっぱりメジナも結構だから、こう念仏台がいるかいないかでなんか割と分かりやすいですね。残ってくる？ちょっと待って、なんか手前も当たりなくなったな。ちょっと沖やってみよう。うん、
ワンチャンお腹が来るかもしれないですかね。ワンチャン狙って。うん、大きいですね。まあまあのやつかもしれないですね。まあだけどまあまあのやつです。あ、だけどお腹すね、これね。お腹すよ、これ。お腹でした。これ、タモ。もうタモが。すいません。ありがとうございます。結構ギリでしょ、だけど。ね、今日塩引いちゃってるから。あれ、そう、お腹ですよね。なるほど。お腹なんですよ。ああいう長。そうそう。あれ、これ張り付きってますね。一本。あ、本当。ほら。あ、本当だ。しげちゃんの？だと思うんですよ。だと思うんですよ。しげちゃんの切って、ま、すぐ食ってきたってこと？お腹ですね。お腹ですね。一本針入ってますよ。もう。あの一本針入ってる。切られた。そう、ほんで、そう、ほんで今プチって切れたし、もうこれぐらいで切っちゃうんですね。歯があるから、ね、あとここですよね。こんなんでもそう、ちょっと逆になるとね。そうなんですよ。ヘラで切られたり。あ、これがしげちゃんの針だ。これしげちゃんの針で、これ僕の針です。え、ありました、ありました。ことは別に。これしげちゃんでしょ、これ。針がついてる。ヘラ追っかけてんだね。追っかけてますね。いや、まあまあね、もぞっていって、そこからシュート入っていきますけどね。あれ、これメジナですよね。メジナ、これ。あ、メジナか。よかった。うん、大きいですね。しげちゃんがやってるところと同じぐらいじゃないですか。玉届きました。32。白子ですね、これ。白子パンパン。もうさすがにこう
ラッキーデーだからクーラーに入りきれなくなりますよこれ。今のところ見えないですね、何も。ほら見て、もうボコボコ浮いてきた、浮いてきた、浮いてきた、念仏念仏念仏あ、やっぱそうか、やっぱ食っちゃうよね。あんだけやる気を見せたらね、やっぱ食っちゃいますよね。出てきたんですよね。出始めてきた、はい、この時間なんて出るんでね。そうなんですよ、遠くまで行くんでね。もうこれがだからどこまで行くかですよね、うん、これがもう沖で釣れたら終わったんだなって。行かなければいいんだけど、やばいなこれ。結構深くで当たってきた。いや今浅かったっす。浅い。ちょっと叩いてるね。いや、でかいよ。切れた？飲まれてたかな。今のでかいね。あ、飲まれてた。あ、残ってくる。残ってくるな。来たよ。よし。
はよう。これは念仏台じゃないですね。いや、二広ぐらいですよ。うん、ほんでずっと沖の方ずっと流し、これまあ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 ありそうですね。頑張って撮りますよ。あ、だけど竿柔らかいのいいですよ、こういう時ね。柔らかい方がなんか、そう本当ですね。手前に突っ込んできたな、これ手前に突っ込んできた。あ、メジナだ。あ、だけどそんなでもないけど、まあいいですね。メジナはメジナですよ、これ。あ、です、ありがとうございます。お気持ちいただきました。ね、この短も短いんで、これ自分で練習しないとギリギリなんですよ、これ。 5.5 メートルの短だとほらギリギリじゃないですか。ほら、よし、結構 丸っこいやつですね。結構いいですね。ね、丸っこいですよね。そう、これまだね、お腹に何かしら入ってますよ、これ。出てきそうですね。いや、ナイスナイス。38？ いや、36、7、うん、そんなもんですね。37ですね。今日のあの感じだともう絶好のね、水中期日和ですよね。水中期日和、うん、いや、あるんですよ本当に、うん、そう、棚がある程度こうちょっと深くて、うん、あれが一広ぐらいだと使わないわけじゃないですか、棚がね。そう棚が深くて、ほんで風もあるって言ったら水中期にかなわないですよ。いった、おしげちゃん、なんか最後に来たよ。うん、最後に来たわ。念仏台じゃないやつ来ました。うん、メジナっぽいですけどね。メジナよ、これ。ね。お腹っぽくないですか。どうしようね。ちょっとこのね、しつこい感じがもしかしたら。あ、ありがとうございます。すいません。すいませんね。ありがとうございます。申し訳ないです。口太いっぽいですね、うん、ありがとうございます。はい、あります。そうそう、もうギリでしょ、ほんとタモね。ありがとうございます。すいませんっす。ナイス。私も最後の一投来てよかった。ありがとうございます。はい、ね、最後の一投しげちゃんに救ってももらって、ありがたいね。36ちょっと過ぎたぐらいですね。最後の最後に来ましたよ。最後の最後に来ました。え、もう入らないですよ。いや、実はですね、こんなことないんですよ。